はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、非常に緩い動画になると思うんですけども、昨日ですね、結構私またたくさん、あるものを買ってきました。私のね、チャンネルを長くね、見ていただいている方はお分かりかと思いますけども、私ね、最近アンダーアーマーにハマってるんですよ。で、まあ今着てる服もこの被ってるキャップも全部アンダーアーマーなんですけど、昨日ですね、ちょっと街中に行く用事があって、アンダーアーマーね、また買ってきました。それが、こちらですね。はい、いつもね、この袋に入れてくれて、で結構ね、この袋いろいろ使い道があってですね、2週に1回ぐらいジムに通ってるんですけど、その時とかに靴とか入れていくのによく使ってます。靴はちょっと持参で行くんで、それで使ってますという感じで、結構ね、この袋も溜まってきてるんですよ。で、最近結構ね、トレーニングとかしてるんで、トレーニング系のグッズとかもいろいろ買ってます。で、トレーニングで使うグッズも含めいろいろ買ってきたんで、今回はそちらをサクッとね、紹介していこうと思います。では行ってみましょう。お、なんか袋の中にさらに袋が入ってた。何個この袋あるんだよっていうぐらい、この袋ね、もらいました。これもなんかさらにちっちゃいやつですね。これはなんか別の使い道で使えそうだな。旅行の時とかに使えそうですね。じゃあちょっとこの小さい方からまず開けていきます。はい、まずこちらですね。はい、これ何かっていうと、これね、ヘアバンドなんですよ。で、私ね、ジム行く時いつもですね、ヘアバンド、ちょっと薄めのやつをしてるんですけど、それをつけてても、この間ね、まあ有酸素運動して、その後に、トレーニングとかしてですね、もう後半にはもう汗ボッタボタ出てきて、もうなんか滝のように汗が出てきて、ちょっとこれはね、やばいなということで、まあ普通の薄めのヘアバンドだと抑えられなかったんですね。だから今回、アンダーアーマーでちょっと厚めのヘアバンドを購入しました。ちょっと開けてみますか。はい、こんな感じですね。今回は白を買ってみました。うん、結構まあ普通のヘアバンドなんですけど、ゴムで伸びるし、まあ結構厚いんで、これつけたら結構ね、汗抑えられるんじゃないかなと思いました。ちなみにいつも私が使ってたのがね、こんな感じですね。こっちがゴムで薄くなってるんですけど、この辺を額につけるって感じで、使うやつですね。ちょっとつけてみますか。つけてみるとね、こんな感じで、まあ汗を抑えられるんですけど、これね、結局薄いんで、この繊維とかをね、通り抜けて汗がブワーって出てきちゃうんで、ちょっとこれ結局ね、最初の数十分とかしか効果がないんですよ。だから、ちょっと今回、こっちを買ってみました。これでどのぐらい抑えられるかな。はい、装着するとこんな感じです。まあ帽子はジムでは被らないですけど、なんかダサいな。こんな感じになります。まあこの状態ではいかないですけどね。ちょっとトレーニングするときとかに、こんな感じでつけてると、汗は結構ガードしてくれるんじゃないかなと思います。ちょっとこれはまあ次回ジムに行くときにつけていってみようかなと思います。あ、そうそう。ちなみに今のね、黒い方も買ってました。これ1個1000円ですね。ちなみに名前はこれ UA パフォーマンスっていう名前みたいですね。ヘッドバンドですね。ちなみに黒はこんな感じ。まあ色が違うだけですね。ちょっとつけてみますか。はい、つけるとこんな感じです。まあこれだと結構暑いんで、まあ1時間ぐらいのジムだったら汗はね、結構吸収してくれるんじゃないかなと思います。これでちょっとね、ジムの器具とかもいつも汗だくにしちゃってね、ちゃんと拭くんですけど、それでもなんか嫌なんで、少しでもね、こっから出てくる汗を抑えられたらなと思っております。はい、まずこの2つと、で次ですね、買ったのが、はい、こちらですね。これ結構ね、ごっつくないですか、これ。これはね、これメンズのトレーニンググローブですね。結構ジム行くと、バーベルを使って、この結構ね、まあ、スクワットとか、デッドリフトとかね、やってるんですけど、それやると、まあ今は結構まだ大丈夫なんですけど、ここがね、結構痛いんですよね。みんなどうしてんだろうっていう感じで結構痛くて、その痛みで結構ね、後半ちょっと持つのがしんどくなってくるっていうのがあるので、今回ですね、こちらのアンダーマンのグローブを買ってみました。ちょっとこれもじゃあ外していきますね。はい、で内側はこんな感じです。ここちょうどこのバーベルとかが当たる場所にね、すごい厚みのあるクッションみたいなのが入ってるんですよ。だからこれ結構ね、痛みは軽減されるんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあ履いてみますね。まあ、ちなみにサイズは XL です。私結構手がでかいんで。おー、なんか強そうじゃないこれ。なんかこれつけたらめっちゃ強そうじゃないですかこれ。
おお、どうすかこれ、なんかやってそうじゃないですかこれなんかやってそうな感じに見えないですかこれ。まあこんな感じで、まあ、グローブねつけるとこういう感じです。で結構やっぱここ厚みがあるんで、重たいものとかね、ダンベルとか持ったりとかするのに結構いいんじゃないかなと思います。でちなみにこれはですね3000円ですね。これでジム行くときも少し、ね、快適になるんじゃないかなと思います。ちなみに私ジム行くときいつもね水持ってくんですけど、今回ですねちょっとアンダーアーマーと関係ないんですけど、こちら買いました、アミノバリウム。これはアマゾンで買ったんですけど、やっぱこういうのあった方がいいですよね、ジム行くときとか。これは水1リットルに1袋入れるタイプで、5袋入ってるんで5リットル分ですね。で、1000円ぐらいでした。アミノバリュー私結構味が好きで昔から結構飲んでるんですけど、今回、ね、久しぶりにこちら購入しました。まあこれはねジム行くときに飲みたいと思います。であとジム行っているときなんですけど、私ね結構足とね、あとはお腹周りを結構ジムで中心的に鍛えられていて、腕とか肩とか胸あたりはねあんまりジムで鍛えてないんですよ。だからその辺結構ね自宅でやることが多くて、まあ最近買ったんですけどこういうねゴムトレーニングとかも最近やってます。この紫はめっちゃ硬いやつなんですけど、これをね足でこう踏んでですね、でこういう感じで上にこう上げてですね、トレーニングを、しております。これは基本家でこういう感じで最近はねトレーニングこうやってる感じですね。でこれで家で鍛えといて、であとはジムで、家では鍛えにくい、ね、足とか、お腹とかをジムでやっているっていう感じですね。はい、もうすぐジム行き始めてもう3ヶ月ぐらいは経つんで、あと半分ぐらいか。でも体重はねもう5キロ以上、最初にジムの動画出してから減ってるんで、まあ順調なんじゃないかな。あと3ヶ月でもう5キロ落として、まあ合計10キロ落とせれば、まあ当初の目標をね達成できるっていうことなんで、ちょっとねもうちょい頑張りたいなと思います。はい、まあそれはいいとして、最後購入したものを、紹介していこうと思います。で最後はね結構大物です。はい、こちらホバーですね。またシューズ買ってしまいました。いや最近ちょっと靴もハマってて、よく買ってるんですけど、今回もホバーですね。なんでこのホバー買ったかっていうと、前回ですね、紹介したんですけどこちら、これはアンダーアーマーのホバーのファントムロックっていうね、ザ・ロック、デュエイン・ジョンソンのコラボのシューズなんですけど、まあ、このシューズはね単体でちょっと動画上げてるので見てほしいんですけど、これはですね靴の中に、まあ、チップが入っていて、で Bluetooth で、まあ、スマホとリンクしてですね、マップマイランっていうスマートフォンのアプリがあるんですけど、それで自分が走ったルートとかを、まあ、記録してくれて、何分どのペースで走って何キロカロリー消費したかとか、あとは、まあ、近くでランニングしたい時に、まあ、どういうルートでランニングするかとかね、そういうのをルートとかを出してくれたりとかする、アプリを使えるっていうね、シューズですね。その機能も、めちゃめちゃいいんですけど、そもそものこの履き心地がですねやばい最高なんですよ。これ1日2日ではまあいいんじゃないっていうぐらいだったんですけど、これを結構履いてるうちにですね全然歩いても疲れないっていうことに気がついてですね、これって体力ついてきたっていうのもあると思うんですけど、このシューズがまあいいからっていうのがねあるんだなというところに気づいてですね、で、まあこれ1個だけじゃ快適な靴1個あるのはいいんですけど、1個だけだと、まあ、履き潰しちゃうんで、まあ、もう1個とかね欲しいじゃないですか。ってことで、まあ、ホバー買い増しですね。ちょっとデザインとかは全く違うんですけど、まあ、これと同じような感じの、ランニングシューズを買いました。じゃあ開けていこうと思います。はい、やっぱりねこちらにアプリと連携することができます。おー、かっこいいねこの色、この色きた。はい、今回購入したのはこちらになります。かなり派手な色ですよね。うん、で裏もねオレンジです。こんな感じでございます。これがねめちゃめちゃ履きやすいんですよこれ。はい、こんな感じです。で、まあ、前回買ったのはちょっと並べてみますと、こちらが前回買ったんですけど、これはねこの先っちょがちょっとね靴下みたいな感じで、キュッと締まっているんですけど、ちょっとこれのおかげで足首が守られるっていうのがあるんですけど、まあ、この辺
あの短い靴下履いてると若干この締め付けが痛いっていうのがあって、私この靴を履くときは長い靴下を履いてます。だけどこっちはですね、あのまあ普通のこの辺が普通の靴なんで、あの締め付けとかはないので短い靴でサッと履けるっていうところがまあいいかなと思いました。じゃあちょっとね、せっかくなんで履いてみましょうか。はい、履いてみるとこんな感じですね。うん、これはね結構店内とか歩いたんですけど本当に疲れないです。でちょっとサイズは今回大きめで 27.5 にしました。私は足のサイズ26なんですけど、ちょっと大きめのサイズを選んでます。アンダーアーマーはね大きめの方が履きやすいですね。はい、ということで、まあ、今回はね非常に緩い動画だったんですけども、私が買ってきた、ものをねいくつか紹介してきました。結構私アンダーアーマー店舗で買ってるんですけど、やっと今回店舗で買ったのが3回目ぐらいでですね、お店の人も多分、また来てくれたって感じで覚えてくれたのか、まあ、いつもありがとうございますみたいなね、言い方をしてくれてね、ちょっと若干ですね常連になってきたんじゃない感がね出てきたんですけど、そんな感じで、いろいろね購入しました。いや、これでねちょっと夏までにはねもっと体重を落として、行きたいなと思っております。こういうねすっごい歩きやすい靴とかがあるとですね、外歩くのが楽しくなるし、まあ、基本的にはですね私引きこもりなんで家にいることが多いんですけど、快適な靴を手に入れてからですね割とアクティブに最近動くようになってきたかなっていう感じが、しているので、すごい変わりますね。アクティブに変わります。靴一つで、アクティブに、ね、変われるので、その辺良かったかなと思います。ちなみにこの靴はですね、だいたい1万3000円ぐらいですね。まあちょっと高めのランニングシューズっていう感じになってます。はい、ということで今回は、最近買ってきた購入品ね、いくつか紹介してきました。こちらのチャンネルでは、いつもはですね、ガジェットの話を中心にしてますので、気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。あと最近私こうやってね、ジムにも通ってるし、結構健康面に気を使ってるので、その辺でもなんかシェアできることがあったら、たまにこうやって動画で紹介しようと思います。では、また次回の動画で会いましょう。さよなら。